こんばんは、アポロです。今日もサクッとひげ剃ってきます。まあなんかサクッと剃ってきますなんていうのがね、ちょっとなんか口癖になっちゃいましたけど、実はね、今日はちょっとサクッとって感じじゃないんですよ。正直ね、かなり緊張してます。いい意味での緊張、なんていうんですか、ピリッといかないとダメだなみたいなね、ピリッと、そういう意味で神聖な気持ちの、そういう意味での緊張感です。そういう意味でちょっと今日はね、ちょっとサクッとって感じじゃないんですよ。あのストレートを使っていくつもりなんですけど、あのストレートをイランのね、まあヴィンテージ現行のいろんなストレートありますけど、最近なんか結構カスタムのね、本当一本一本ハンドメイドのそういうカスタムのストレートレーザーが結構ね、こういうトランジャーシェービング流行ることによって、ちょっとそういう、鍛冶屋さんっていうんですか、ブラックスミスが結構ね、海外結構あって、その今いくつかそういうカスタムレーザー今実はオーダーしてて、まあ有名どころというかね、話題のというか、そのうちの一本がね、今日ちょっと届いたんですよ。で、いやね、まあ今までまあシェービングずっとこう仕事でも携わってきましたけど、やっぱその人の手が打ったね、まああの日本カミソリにも同じそういう、空気感もちろん感じるんですけれども、やっぱね、西洋レーザーにもね、そういうのがあってね、今日使っていくのこのレーザーなんですけど、イタリアのね、見えるかな、イタリアのリカルド・トナリーニっていう人の作品なんですね。これちょっと特注でね、ちょっと僕作ってもらったんですよ。基本的にこれベースオリジナルはね、ロブスターっていう名前がついてるやつなんですけど、オリジナルのやつとちょっと僕のやつは違くて、まず素材が違います。オリジナルは D2 っていう、素材、鋼材使ってるんですけど、まあ、鋼材についてはちょっといろいろググって調べてみてください。それ話すだけでも1時間2時間かかっちゃうので、まあ、鋼材の話は、まあ、別に置いといて、とりあえず自分でちょっと調べてみてください。これね、本来は D2 って使ってるんですけど、これはN690 っていうオーストリアのね、有名な、まあ、ステンレス、ナイフとかでよく使われてるような、ステンレスなんですね。結構、まあステンレスの中でも、まあなんかグレード的にはまあいい、そういうステンレス、それでね作ってもらった、やつなんですけど、まあタイプ的にはブレードタイプとしては、ね、バーバーノッチって、まあ僕一応仕事で一応使おうと思ってるので迷わずバーバーノッチでお願いしました。でこうブレードの、あれはこうなんつうか、これ幅っていうんですか、この刃の高さというかね、これはね、7/8、8分の7ですね。ここをね、1インチをね、8等分して、それをこう、8分のいくつっていう、言い方するんですけど、これは8分の7っていう、サイズのやつです。だから大きいです。パッと持った感じでも。でかいなーって感じします。8分の7。最近流行りはね、8分の8とか、8分の9なんていうね、そんなのも出てきてるんですけど、まあ、よくある、まあ一般的な西洋レーザーっていうのは大体の8分の5とか8分の6なんですね。だそれに比べたらもう、この刃の、なんていうんですか、幅っていうんですか、これはね、すごく、でかいですね。で、ホローはね、グラインドはね、まあ見えずでピント合わねえかな。クォーターです。クォーターホロー。やっぱりね、まあ、バーバースタイルっていうか、仕事で使うんで、そんなフルホローとかね、そういうんじゃなくて、結構力のある重い反り味、そういう反り味でね、攻めていきたかったんでね、これクォーターホローっていう、ホローがほとんどない、そういうタイプです。で、スケールはね、これ、まあ、ウッドなんですけど、これもね、オリジナルはね、
チェスナッツ、くるみの木なんですけど、これね、僕の特別仕様でね、これ杏の木使ってます。アプリコットウッド。そんなやつでね、ちょっとね、特別仕様でね、こさえてもらいました。かっこいいですよ。久々にね、箱を開けた瞬間にね、久々にね、声が出なかったですね。あまりにも、もうオーラ感じますよ。やっぱ刃物のね、そういうオーラ感じますね。人の手が一本一本作ったっていうのがね、感じます。これにね、今日はね、やっぱり、まあこれだから正直、あれです。神棚に今日置いときました。今日これね。で、まだ何にも使ってない、誰にも使ってなくて。まずは自分の顔でね、一発目剃って、まあね、こいつに魂を入れようかななんて思って、そういうちょっと神聖な気持ちで今日、シェービングしていくので、まあいろんなね、初心に帰るじゃないですけど、床屋としてのね、理容師のプライドっていうか、そういう、ね、気持ちをこう、もう一回沈めて、そんなつもりのシェービングで、だからちょっと口数少ないかもしれないです。ちょっと真剣に剃ろうかななんて思ってます。カミソリと対峙しようかなと思ってね。で、まあこれ、付き合いのある仲いいイタリアの、サプライヤーなんですけど、で、その彼にね、まあやっぱりエクストロの、イタリアのアルチザンで、エクストロでなんかもうその、あなたのちょっともう最高のお気に入りのおすすめ、一緒に送ってくれってことでね、今日、エクストロのこいつ使ってます。今日初めて使うんですけどね、オ・セルバージオっていう、香りのやつです。セルバッチオって、あれです、野生的なみたいなね、そういうワイルドみたいな、そういう意味合いですね。ザ・ワイルドみたいな、そういう感じで。まあ、ドンドナートさんがね、30何年前に、初めて買った香水を、まあ、それに近づけるというか、その時の、まあ、なんか香水、こういうものに出会った、ものを、なんだろうね、なんか追い求めてみたいな。だからまあ70年代のクラシカルな香りだと思います。すっごくいい香り、これ。これはね、他にないですね。これもね、まあ多分、ソフトタイプですね。だからこれもちょっと、すくって、指ですくって。いやね、エクストロのソープいいですからね。これ使ってきます。ちょっとね、ほんとね、喋ってる、余裕ないですよ、今日は。余裕ないというかね、そんぐらいちょっと緊張感持って。入れそうだな。こうしましょうか。こんな感じでいいですか。緊張しますよ、すごく緊張する。ストレート。まあ、今ね、いくつかちょっとカスタムレーザー、まあドーボーとかのね、ああいう定番のやつもいいんですけど、それはそれでね、まあ常用としていいんですけどね、やっぱこういうハンドメイドのね、完全カスタムのやつがいくつか欲しくてね、ちょっといくつか今ね、同時進行でね、ちょっと今いろいろ打ち合わせしてます。そのうちでね、一番最初の話がまとまって、上がってきたんですね、これね。まあ、他にもね、ちょっと欲しいのいくつかあるんですよ。このね、香りは、オーセルバージオ。これは、もうとにかくアンバーです。アンバー。アンバーがボーンと出てきますね。アンバーって、まあ、ムスクともちょっと、まあ、ムスクもこれ入ってるんですけど、あとね、ウッドも。まあ、相性いいですからね。アンバーとムスク、ウッドっつうのは。でも、アンバーがもうボーンと出てきますね。で、アンバーっつうのは、こう、
なんだろうな、こうドーンと、まあなんとなく甘い感じ、バニラにも似た、ムスクのようなみたいなね、そういう独特の、まあアンバーの香りっていう、あれなんですけど、まあどちらかというと重い香りなんですよね。うん。それをね、これ、シトラスがね、トップに持ってきてて、うん。その、シトラスのこの軽いね、感じがね、と重い感じでね、こう広がるんですよね。パッとこう嗅いだ時にね、ふわーっとこう上と下に突き抜けていくようなね、そういうなんかこう両極端に、だからすごいすごくいい香りなんですけど、ピリッとね、緊張感、そういうなんかこう引っ張られるようなね、うまく言えねえな、うん、これ独特の香りです。うん、それでいてね、確かにトラディショナルなんだね。うん。そういう感じの香りなんですけど。うん。アンバーの香り、いいですよ。ね。ああ、でもこれ、香りどんどん変わるな。うん。なんか、トップが、飛んだというか、今ちょっとね、馴染んできたというか、そしたら、すごく急に、今度甘い香りに変わりましたね。じゃあ、剃ってみます。
すごい。すごいな。まあ当然ですけど、会話とは全然違いますよ。全然違う。全くひりつきないですね、肌に。それでいて短くなってる。冷え長かったかな。全然マイルド。
だいぶ追い込みました。もうね、最初のファーストパスでね、しっかり結構取れちゃうんですよ。すごいな。久々に使ったけど、ストレート。このクォーターフォローっていうのは僕初めて使うんですよ。やっぱりね、僕ら、こう、徳田さん、昔からね、やっぱり、まあ、海馬世代の人もいるでしょうけど、ね、1本、2本、やっぱり、普通の西洋レーザーも持ってますよ。ヘンケルとかね、あの辺の。まあ、あの辺しか日本じゃ流通してなかったですから、昔ね。で、まあ、あの手の西洋レーザーってのは、やっぱりこう、フルホローなんで、もうペラペラなわけですよね。あれとね、やっぱクォーターフォロー初めて使ったけど、この重い反り味いいですね。まあ確かに日本刀に近いですよね。日本カミソリの重い反り味に近いですよ。産毛がどのぐらい反れるのか、あれですけど。いやー、あとね、ちょっとでかいですからね。それに、ちょっと自分の顔にこのでかさを合わせるとかね。ちょっと戸惑いましたけど、でもまあ何度か反れました、自分の顔。いやー、緊張感あったら初めて使うもんは。一応これはその向こうのブラックスミスがシェードレディの状態にね、研いどいてくれたやつなんで、今日僕何にもいじったやつ、ラップもしてないですね。ストラップもかけずに、アルミ一応使いましょう。ストラップもかけずに、もうパッケージから開けてそのまま使ったんですけど、十分それましたね。まあ、これでちょっとまた、反り味がね、ちょっと変わってきたら。ただね、やっぱ、クォーターホローってちょっとね、厚みのあるブレードですから、しっかりいい刃つけちゃえばね、長く使えます、長く反れますしね。だからまあ、次いつ研ぐかわかんないですけど、研ぎはね、研ぎで、まあ、また僕もできなくはないのでね。自分で研いで、まただんだん好みの反り味にだんだんこれ変わっていくんでしょうけど、まあとりあえず魂入れましたよ、刃物にね。この刃物に、なんか急に緊張が解けた。 やっぱ刃物、すごい、ツルツルだわ。しかも滑らか。全然違うわ。当たり前だけどね。当たり前なんですけどね。アフターシェイブもね、こう、お、セルバーチオ。いい香りです、これ。全然アルコールが染みねえよ。刃はね、もちろん当たり前なんですけど、こういうシェベットなんか使うようになんかもね、もっとやっぱ刃を直接こうつけるわけなんですけど、やっぱね、刃の形状がね、ああいう機械的な、機械とは言わねえか、
マシンメイドとはやっぱ全然違いますね。日本カミソリとかまたちょっともう少し使い込もう。最近ね、日本カミソリちょっと全然これもいいな、ほら。エクストラ、ほんといいっすよ。これ、別格だな、ほんと。香りも。ね、日本カミソリもちょっと最近あまり使ってなかったんで、ちょっと時間あるときに、ちょっとメンテナンスして、ちょっとまた使いますよ。やっぱりこういうね、刃物いいですね。ああ、なんかほっとした。 そのぐらい、ちょっと今日はね、久々に緊張しました。ましたね、こんなカメラ回してね、いろんな人に見られるわけですから、緊張しますよ。でもね、そんな緊張しておぼつかない手つきでもね、なんとか上手にすれましたよ。そんな感じの、レーザーでした。まあ、ちょっとカスタムレーザーいくつか揃えようかと思ってるんで、またね、ちょっと興味あった。まあ、これいいですよ。だいたいいくらぐらいだろう、200ユーロから300ユーロぐらいですかね。だいたいいいやつ買っても多分300ユーロから400ユーロぐらいだと思うんですけどね。アンズの匂いはするわけないよね、木だもんね。いやー、かっこいいっすよ。いやーね、ずーっと眺めた。これ見ながら酒飲めますね。 今日はそんな感じでね、この後 YouTube のこれアップロードしながら、ちょっとこれ眺めながらちょっと一杯やりますよ。そんなシェービングでした。今日も最後までご視聴ありがとうございました。ゴロでした。